先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾皐月賞。最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さあ最後は大外枠の新エンペラー。ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。サンライズアース好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。予想通り先手を取りました。サンライズアース2番手にはオーポロサンゲ、さらにはアレグロゴリランテ、5番名勝タバル、その後ろ先手を取ったのはサンライズアース、これに続くのがシリウスコルト、その横にシンエンペラー、エコロバルツ、そのうちに続いています。その後ろにジャンタルマンタル、ダノンデサイル、その前に進出。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。そして大きく離れてジャスティンミラノ、この位置です。並んで11番、メガレイラ、この集団にミスター GT、 内を通ってサンライズジパング、外を通ってウォーターリヒフト、 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。すぐ隣にルカランフィースト、内からはアーバンシック、この辺りで先頭が変わりました。名勝タバル、サンライズアース、ほとんど差がありません。おお、この3番手、後続も追い上げていきます。サンライズアース、このままいけるでしょうか。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。一番前にはサンライズアース、残り 200m、 ジャンタルマンタル追い上げてきた。ジャンタルマンタル前に出る。先頭はジャンタルマンタル、1着で合流。2着争いはどちらでしょうか。ジャンタルマンタル見事このレースを制しました。